さん、こんにちは。今回はですね、G7、主要7カ国と、言ってるわけで、要するに日本とアメリカおよび、ヨーロッパ、それからカナダですね、その主要国、合計7カ国です。で、ここがですね、6月の中旬にイギリスですね、その G7 のサミット、先進国首脳会議がですね、開かれるわけですけれども、それに向けてですね、アメリカのバイデン大統領が中心になって、さらにイギリスも最近そうですけどね、いわば米英アングロサクソンがですね、共に組んで、それで中国ですね、で中国を国際包囲しようと、この中国の その度重なるというか非常に苛烈なるですね、人道無視の人権弾圧、これ新疆ウイグル地区に限らず、もう至る所で中国で今起きているわけですね。で、これをジェノサイド、その大量虐殺だという、そういうことで、そのアメリカとそのイギリスが特にその対中包囲のですね、主導 をしているということです。で、それで、サミット、先進国首脳会議にかけてですね、で、アメリカのブリンケン国務長官ですね、日本で言えば外務大臣に相当するんですが、ちょうど日本では5月の連休ですね、その時に、ヨーロッパで、この外相会議を開きましてね、G7 の外相会議を開きまして、それで、その中国をなんとか包囲しようと、いうことで、かなりこのヨーロッパの方でもですね、はっきり言えばその中国のマーケットにも相当どっぷり使っているドイツ、これがヨーロッパ、欧州連合 EU のですね、中心になる国ですね、それとフランス、さらに他のですね、その EU の代表をしているわけですからね、そういうヨーロッパを含めた、それもちろん日本ですね、日本からは茂木外務大臣が参加したわけですけど、外相会議が開かれましてね、で、この表がポイントですね、で外相共同声明というのがありますね、で、これがここにある通りであります。でこの外相共同声明のポイントというのは、この中国にですね、人権や基本的自由の尊重を要求、それから台湾ですね、台湾についても初めて言及したということですけれども、これは世界保健機構 WHO ですね、でこの総会参加を支持する、より重要なことは、台湾海峡の平和と安定の重要性ということですね。でこれは、両岸問題、つまりその台湾海峡を挟んだ両岸問題というんですけどね、その平和的解決を促すと、それから東シナ海及びその南シナ海 その国際ルールですね、ここをそのちゃんとルールを守りなさいと、これも明らかにこれは中国が相手、ということですね。あとはこのね、北朝鮮問題はもちろん、それから自由で開かれたそのインド太平洋維持、ミャンマー問題、それからロシアですね、ということですけれども、特にこの日本にとって、この喫緊の課題っていうのはやはりこの東シナ海、南シナ海、さらにもとよりですけども、台湾、ですね、この中国の習近平政権のこの増長膨張ぶりですというのはですね、まさにこの目を覆わんばかりということであります。でこの共同声明、よく読んでみるとポイントはですね、結局その4月の中旬にワシントンで開かれた日米首脳会談、それに基づくですね、共同声明のポイントとかなりこう共通していると、これは明らかにだからそのアメリカ その主導で、日本とそのヨーロッパがそれに同調していくというそういうパターンであります。で、私が見るところですね、こういう外相の共同声明とかいうもの、
非常にまあこの外交的にはそのまあ一つのレトリックとしてはまあ非常にこう確かにまあ意味があるというふうにまあこう日本のメディアなんかではですねまあ非常にこの評価が高いように思います。でしかしとかくですねまあ中国のこういうその共産党のですねその幹部連中にしてみればですねまあ要するに中国人特有の考え方があるんですね。要するにじゃあ何代中身よっていうことですね。で言葉上はまあ確かにまあなんかこうね表現があって平和的解決を促す国際ルールを守りましょうで自由で開かれたインド太平洋なんてこう言ってもですねでじゃあ本当にこれはなんぼのもんじゃいみたいなですね、まあ、そういうことで、その中国の共産党の面々はまあ受け止めがちっていうふうにまあ見るのが当然でありましょう。でまあ、私のようにですね、まあ、こう経済からこう物事をまあ見てるとですね、そもそもその習近平政権がなぜこんなにその板毛高になり、なおかつ、それで、その相手国を脅しつけてですね、その自分の、うんルールをですね、強制的に押し付けて、なおかつそれでこの反省することがないと。これなぜそういうことができるかっていうそこにですね、まあ、やはり私はその問題の本質ポイントっていうものがですね、まあ、あるようにまあ思えるわけです。で確かにこの自由で開かれたインド太平洋維持、まあ、確かにこれ抽象的なその、ビジレイクのようにまあ思えますけれども、一応まあ行動がないわけじゃないですね。でまあ、例えばまあそのフランスの海軍がですね、でアメリカとまあ日本と共同で、まあ軍事訓練をやるというふうなことまで最近はまあその実現しているわけです。で、まあ、そうだからといってじゃあどうなんだ包囲網ができているかというと、私はまあ必ずしもそう見ないですね。でフランスなんてまあ怪しいもんですよね。まあその確かにその南太平洋にそのまあフランスがですね、まあその列強時代 の、 まあその名残かですね、やはりそのある種 の、 その権益みたいなものを、そういう意識がですね、まあ植民地がありましたからね、そういうところが、まあ、あるいはまあフランス領なんとか諸島みたいなものがね、まあ、あるわけですね。まあ、そういうことからなんかその防衛するんだみたいなですね。でだからまあこの際まあアメリカや日本と一緒にまあちょっと訓練でもやってみようということになるか、まあなったわけでしょう。だからといってですね、まあフランスがじゃあ本気でね中国と対峙するかなんて、まあとてもこれ信じられないですね。でまあ実際ですね、この国際法違、まあ確かにヨーロッパサイドではですね、もうこれイギリスはもう明らかにこのアングロサクソンとしてそのバイデン政権 の、 まあその国際協調路線で対中包囲といったものにですね、まあかなりそのコミットしているっていうのは、まあこれはまあその通りであります。まあしかしその大陸ヨーロッパですね、でドイツとまあフランスがやはりこれはまあこの問題になってくるというのはですね、ドイツ、まあ、特にまあドイツなんですけれども、まあ、非常にこのあれなんですね、その、中国チャイナマーケットにですね、まあ、特に、まあ、シーメンスだとかその自動車のベンツや、まあ、BMW とかですね、まあ、その大手 の、 その企業がまあのめり込んじゃってるという、まあ、そういうその対中その、マーケット依存といったものがまあ甚だしいという、まあ、そういうことがありますね。でそれで、まあ、例えばその EU ですね、この欧州連合です。でこれはまあドイツが中心になって、まあ、昨年の12月ですね、あの中国とのまあ投資協定を結ぶで基本合意ができてるんですね。で今やそのまあそれをそのヨーロッパユニオン EU の方で、その批准しなきゃいけない。でところがまあその今や、うん、あまりにもその中国のですね、この特に人権侵害ですね、新疆ウイグル地区をはじめとしてでありますが、まあ、これに対してまあ非常にその、まあ、ヨーロッパ内部でその、批判とまあ反発がとさらにまあ警戒ですね、こういったものが強くなっております。
だからその批准を、まあ、その絞るという方向に確かにこれは流れております。で他方でですね、その習近平政権 の、 そのヨーロッパに対するやり方は、まあ、とにかくなんか侵略的といえば侵略的ですね。で、まあ、いわゆるその拡大中華経済圏構想、一帯一路というものをテコに使って、まあ、要するにヨーロッパのですね、周辺の比較的その、まあ、要するに外縁部と言いましょうかね、その財政的に苦しいような国に対してつけ込んでですね、でインフラを受注してそれでまあ勢力圏とするとか、で港をそのまあ借款してなんとかって、中国のその海軍の進出基地をまあ作るとかですね、まあ、明らかにこうどん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 この入り込んでいこうという中国 の、 その意思、野望といったものがまあヨーロッパのまあ少なからず の、 まあその政治指導者をですね、まあ、警戒させているという現状があります。従いましてそのまあヨーロッパ、特に EU ですね、で中国の対ヨーロッパ投資に関して、その例えば補助金をその使っているその中国の企業がですね、ヨーロッパの企業を買収にかかる、これはもう止めたいととか、まあ、そういうふうなルール作りも、まあ、検討が始まっているようですね。でだけどですね、この、まあ、前段で申し上げた、その投資協定ですね、これ例えばそのドイツのメルケル首相ですね、もう本当にこれね早く批准させようとも必死なんですね。まあ、とにかくこのビジネス利権にこの引きずり回されているヨーロッパっていう姿はですね、そう大きくは変わってないだろうとしかまあ思えないわけです。で従いまして、まあ、非常にこの問題はその足並みが本当に揃うのかと。アメリカイギリスはまあいい、で日本もまあ一応日米共同声明のラインまでは来ましたね。でだけど日本だってですね、新疆ウイグル地区やまあ香港 の、 その民主化弾圧、あるいはその人権侵害などなどについてですね、だんだんまあ政治的アクション取ってないわけですよね。で日本だってもう今や中国が最大の輸出先にもうなってしまっているという現実があります。じゃあアメリカだってですね、もう中国のからのですね、まあ、輸入、まあ、これもまた再び増え始めてますね。で、まあ、対中輸出をその代わり、まあ、ちょっと対中輸出も増えてるということで、まあ、とにかくね、この中国の習近平政権の意図っていうのはそう簡単にね、生易しいものではないですね。で習近平氏はですね、共産党総書記ですよ。でこの人はその昨年ちょうど、まあ、コロナ の、 そのパンデミックがですね、中国国内で、まあ、中国で今その、武漢からまあ始まったんですが、まあ、4月 の、まあ、その10日ぐらいにはですね、大体この中国では抑えつけられるという見通しがまあ立った頃です。逆にこう世界にどん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 パンデミックとなって、その拡大していくと、汚染がね、まあ、ということだったわけです。でその時にその習近平氏が共産党にの面々に対して何を指令したかというと、要するに世界をですね、中国に依存させるようにしろ、サプライチェーンで、中国抜きにしてはその息で生きないようにしろということを、まあ、大号令かけてますね。でまあ、こういうことでありますから、もうかなりだから貿易面ではですね、あるいは投資面では、要するにその主要国、これ中国には逆らえないというふうな状況を、まあ、その本当にこのコロナの1年のうちにですね、そういう状況がどんどんまあ出来上がっているという、まあ、そういう現実があるわけです。で、まあ、そういうことですからですね、この習近平氏の発言なんか、その後も見ますとですね、もう本当にこれもう言いたい放題ですね。その中国はですね、永遠に歯を唱えず拡張主義を取らない、まあ、よく言うよっていうね、もう本当にこう呆れるようなことをまあ平気で、まあ、この習近平という人は、その言ってるというのがまあ現実であります。